はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。この前ね、何やったかな、なんかのライブでね、なんかちょっと小難しいテーマでライブをしてた時にですね、あのこの投票権の話をさせていただいたんですけども、それが割合コメントで好評でしたね。どういうことかと言いますとですね、今投票権というのは18歳になった日本国民にはあまねくですね、漏らさず 100% 付与されていますよね。でも行使する人っていうのはですね、非常にこう限られているというか、国政選挙でもですね、最近6割に行くことの方が珍しいんではないかなと思います。つまり6割だとすると10人のうち6人しか投票していないわけであって、4人は投票してないわけですね。でその6人の中から、6人投票の中の多い人が当選してるという、じゃあいや残り4人何やってんのっていう世界ですね。これは日本がそういう特別低いかというと、そうでもなくて、アメリカの大統領選挙でもですね、投票率って6割台ですね、6割台時々行ってない時あるような気がしますね。お隣の韓国でもそうですけど、ただあの世の中には投票が義務という国結構多いんですね。代表的なのはオーストラリアでですね、オーストラリア人は外国に在住していてもですね、投票をしなあかんわけですよ。大使館に行くわけですよ、大使館とかあれに。で、行って投票しなければいけないわけであって。だから結構オーストラリア人大変なんですよね、選挙の時には。私の知り合いもいますけど、そこに行ってるんでしょうね、きっとね。出ないと罰金取られますからね。今はネットでいればいいんですけどね、だったら行く必要なくて誰でも投票できると思うんですけど、なんか今河野太郎ちゃんがですね、在外日本人にもネットで投票できるようにするとかなんか言ってますけど、それはマイナンバーカード持ってた人だけみたいな持ってる人だけとかって。ほいでね、この前知ったんですけどね、外国に居住してる日本人って、そのもう長いことがあのマイナンバーカードの制度が始まる前から外国に居住して日本に住所を持っていない外国人、外国じゃない、在外日本人ってね、マイナンバーカード取れへんねつまりですね、担当の役所がないわけですよ。例えば港区に住所がまだ残っていれば港区で取れるんですけど、もう港区にも残っていない、となったらですね、どうやってマイナンバーカードを取るんでしょうね。まあいいけど、まあそんなのはいいんですけど、日本は投票が義務ではない国なんですね。でもこれはですね、まあ義務にするとね、なんかちょっと嫌でしょう。だからですね、どう言いましょうね、投票を自動的に投票しなければならないし、その市民の権利である投票を促すようなシステムを作りませんかという話をですね、させていただいたんですけど、まあ私何十年前から言うてるんですけど、まずもってですね、投票権というものはですね、無条件にこう日本人に与えられるものではなくですね、ある程度ですね、その民主主義という制度が分かっている人に与えるということにしてはどうでしょうかと。でそれはどうするかと言いますと、中学校卒業時にですね、簡単なテストをするんです。もう丸ペケでも4択でも何でもいいですよ。で普通に、真面目にね、1時間ぐらい勉強すれば受かるレベルでいいと思います。つまり民主主義とは何か日本国憲法にはどう書いてあるのかと、で国民の義務は何か、投票する意味は何かとか、まあ、そういうごくごく簡単な丸ペケ式か4択で、いわゆるね、レベルはね、運転免許の原付でいいと思います、ね、あのレベルでいいと思いますね。別に普通免許でもいいですけど、まあ、要は誰でもちょっと勉強したら誰でも受かるというレベルにしたいわけですね。でそれで投票権というものは与えられると。でそれは別にね、一回こっくりじゃなくって、中学を卒業したら受けたい人はいつでも受けられるというシステムにしとけばいいわけですね。三月に一回ぐらいどこどこに集まってもらえば受けられますよと。でその投票券というのはマイナンバーカードみたいなところに登録させておけばですね、投票所に行った時にそれをピッてやれば投票できるみたいにしておけばいいですね。でそこまでして投票しないやというやつ人いっぱいいるでしょ。まあでも一応ですね、そのテストを受けるのは義務にしておいて、投票するかしないかは本人の自由ですけど、それでクリアをしていないとですね、投票権はないということにしてはどうでしょうかと。で、
何かの時にですね、採用試験とかですね、高校受験に出す願書とかですね、全部その投与保険が有無あるかないかを聞く欄を設けておくんですよ。当然ほとんどの人はあるに丸したいでしょ当たり前ですけども、で公務員の採用はもちろんそれがあるになっていなければ採用しないと、非常勤に至るまであるになっていないと採用しないというふうなルールにしておけばいい。別に何にも難しくないと思いますよ。もう受けた人の 99% 文字が読めて意味が分かる人であれば誰でも投票権は持てるという制度です。ただし一応試験は受けていただきますと。でその次にですね、その人の投票率、投票参加率かなというものをですね、それをその人のそのマイナンバーカードに全部ですね、記録させるんですね。つまりこの方は今まで100回の投票機会があったうち70回し投票しましたって70%で出てくるわけです。100回やって全部100回出ましたって 100% で出てくるわけですね。でそれもですね、学校のテストが入試やですね、企業の採用テスト、あるいは公務員の採用テストの応募書類には必ずそれを記入することということをですね、法律で義務付けるんですよ。で別にね、採用する側はそんな 0% しとでもええでっていうのはそれは別に構いしませんよ。ただその率が高いほどですね、真面目な人というイメージになりますでしょう。そうすると、いやかんや、なんかよくわからんけど投票に行こうやみたいな人がいっぱい出てくるわけですよ。多分それで投票率はガーンとアップすると思います。別にそんなね、難しい企業で働きたくないという人は投票に行かなくてもいいと思います。投票に行かなくてもいい。別にその数字が下がってもね、自分の投票参加率、賛成率というものが下がっても気にしないという人なら、別にそれはそれはええやんと。そういう制度にすればですね、今国政選挙で、まあ、60% の投票率であれば一気に80とか90近くになると思います。で民主主義というのはね、そういって市民がその政治に参加するというのがベースであって、でなおかつそのですね、多くの市民の利益を代表した政治家が選ばれるというのが前提なわけなんですね。それがたかだか6割とかのね、投票率で反映されてるとは思えないですね。まあその残り4割の人はね、別に俺いかんでも何か選ばれるべき人が選ばれるんやろと思ってるわけですよね。でもそれだとね、本来の民主主義の民主主義の原理というか機能というか、民主主義のがあるべき姿にはなっていないなという気がしますね。だからといってね、オーストラリアやベルギーやあんな国、ブラジルみたいな国みたいにですね、強制するのもどうかと思う。参加したくないという人まで参加させる必要はないと思うんですね。でも参加すべき人はですね、市民社会の中でちゃんと暮らしている人はなるべく投票はした方がいいと私は思いますね。その方が、なんていうかふさわしいと思います。ただこのもしこんな制度ね、これができるとは思いませんけども、仮にできた場合に、できようとした場合にものすごく反対する勢力があるんですよ。それは何かと言いますと、党で言えば共産党と創価学会や公明党ですね。まあ同じですけども、なぜかというと、そうするとですね、そうやって残り4割、今まで投票に行かなかった人が投票所に行くことになるとですね、4割の人が共産党や公明党に入れるとは思えないでしょう。まあ、全員が入れないとは言いませんけども、まあ 95% 以上の人は共産党や公明党には入れないと思います。そうすると相対的に彼らの得票率が減る。得票率が減るということは当選者数が減るということなんです。もう下手したら今の半分ぐらいになるかも分かりませんね。だから猛反対すると思いますだからまあ実現はしないと思いますけども、今のような状態であればね、こう民主主義はいずれその危機を今でも迎えていると言えるのかもわかりませんけども、なしょうもないやつが当選しますやん、タレントとかね。まあ、そういうシステムを導入したらタレントが当選したくなるとは言いませんよ。でもより多くの人がですね、政治に関心を持つ。自分たちの住んでるところのですね、行政に関心を持つというふうになって、よりこう民主主義が機能しやすくなるというふうに私は思いますけどね。
まあこれがね実現するとは思いませんけど、まあ投票率というものはね上がるに越したことはないわけですよ。もうそれかね、もうある程度もっとその試験を難しくしてね、分かってる人だけが投票するというふうにしてもいいんですよ本来は。もうちょっと難しくしてですね、偏差値45ぐらいのレベルにしてですね、もうそうやってクリアした人だけが投票するんやとしてもいいんですけど、それもやや不公平な気がしますね。偏差値45ぐらい取れない人っていっぱいいますからね。なんでそれよりもやっぱり全員が参加できる形にしてですね、そうやって要はあまねく市民意識を持った人を増やそうという案なんですけども、まあ実現はしませんけど、今のままではね、なんかいつまでたってもね、なんかしょうもないけどしゃあないなみたいな、そういう政治しか起こりえへんのちゃうかな。しかもポピュリズムでしょ。まあというヨタ話でございました。特にこれに関してですね、これ貼っときましょうか。ウィキペディアのですね、投票義務制の国、これ一応貼ってみますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。